あのですね、これは面白い話ですね。 A さんと B さん、 A さんと B さんがですね、会社に行くと何やらですね、悩みね、なんかこう揉めてるわけです。2人で、あーちゃんこうちゃんと問題が発生してるんです。でもよくよく見てみるとですね、実はこれは営業マンと事務員さんだったんですね。これは何というかとですね、実はこれは対立の構造を見やすい組織の問題なんです。組織でよく起きる問題です。実は A さんと B さんではなくて、ね、売上をどんどん作っていく、ね、経費をどんどん使う営業マンと、経費を抑えてなるべく利益を残そうと、問題をなくそうとする、この2人の価値観の違いが生み出す組織の問題です。実は A さんと B さんの問題ではなくて、ね、そしてですね、営業マンは10あった仕事を20になするわけです。さあ、ここで来ます。褒められるのは誰でしょう。誰ですか。営業マンですね。当然褒められるのは営業マン。褒められた上に賞、ね、報奨金までもらうわけです、ね、ところが10の仕事を20、ね、こなすのは誰ですか。事務員さんです。じゃあ事務員さんを褒めましたかって、あんたたちがしっかりしてくれるっていうのね、俺たちも一生懸命ね外へできるよって、ね、あんたたちが頑張ってくれてって、報奨金も出ないんですよ。時給700円って言ったら700頑張っても、さらに褒められもしないんです。だから不満が発生するわけです。認められてないと、あの人ばっかりみたいな。ね、そしてね、何をするかというと、この人はですね、業務をね遂行しようとします。この人たちの業務は、営業マンが出した書類をチェックしてミスをなくすことがこの人たちの仕事です。だから、ね、悪いところを見つけて、営業マンには、ここはダメでしょ、こんなことじゃ、これじゃダメ、迷惑かかりますよ、サービスの低下につながりますよ、というふうになるわけですよ、ね、すると営業マン、お前何言ってるんだと、俺は外でこれで頑張ってね、そういうこと言われる姿勢はないわよとなるわけですよ。そしてですね、この間にリーダーである C さんが仲裁に入ります、ね、で A さんの話を聞くと、ああそうやなと、分かる分かると、 B さん分かる分かると、ね、お互い正しいと、お互い会社のために頑張ってくれてると、ありがとうと、ね、だから仲良くしようよというわけです。ところが、ね、それでは仲良くなりません。なぜならば、本当の問題は A さんと B さんが揉めていることが本当の問題ではありません。本当の問題はリーダーである C さんが事務員さんを褒めなかったことです。違いますか。本当の問題、いつもありがとうねって、頑張ってるねってね。で、ちょっとさ、今聞かせて営業マンにね、なんか買って持って行ってやれって、ね、とかね、事務員さんって、ね、もうみんなが一生懸命頑張ってくれてるけん、ね、頑張ってくれてるから、もう自分はね、もうほんと心置きなく営業に行けると、全部あんたたちのおかげって、ありがとうって言ったら、この人何も言わないんです。ところがそれを言わんから、事務員さんなんて言うかって言ったら、あの人ばっかり給料をいっぱいもらってから、なんか偉そうにしてから、みんなからなんとかってなるわけです。余計なことまで言ってしまう。本当はそう思ってないんですよ。本当は褒められたい、認められたいだけなんですか、という、まあ、こんなことが起きるんですよという。もう一つの例題でこういうのがあります。150人の女性をまとめるコールセンターの幹部のもとへ、ね、A さんからクレームが入ると、あの人たちは、あの人たち、B さん、ね、いつも遅刻をすると、このままにしとくと社内の風潮が悪くなると、どうにかしてくださいと感情的に訴えられた。さあ、あなたはどう解決するだろうか。どうします、どうしますか。150人いるコールセンターですね。皆様は幹部です。あの人たちはいつも遅刻するんだと、どうにかしてくれと言われるんですね。さあ、どうしますか。はい、解決法としてですね、
遅刻をする者を呼び出し、遅刻をしないように注意する。遅刻することで社内の、環境が悪くなり、全体の乱れにつながることを告げる。このことをクレームを出した A さんに伝えたと。解決しますか？ね、遅刻をする人来てね、もっともっと言いましょう。来て、なんか最近遅刻が多いみたいやけど、家で何かあったとって、ね、何かあったとやったら俺に教えてって、ね、でもし何もなくて、ただ朝が苦手とか、ね、ちょっと寝坊したとかいう事情だったら、ね、少し早めに出てくるとか来てもらえんやろかと。でみんながね、またこうそれが影響されていくとね、そこでいろんな不満が生まれていくと、これまた困る件ができればそれに努めてもらえんやろかという優しく言ったとしましょう、ね、でそれを A さんにちゃんと遅刻するなっていう話をしたよと。さあ A さんは満足するでしょうか？これね、これ実はですね、こういう話だったんですね。さあここで問題です。遅刻をしないように注意したことで告げられた A さんは満足するだろうか。そもそもなぜそのようなクレームをつけたのだろうか。ここが問題であると。実は遅刻することに感情的になっているのではなく、自分はちゃんとしていることへの評価が足りないから感情的になっていたのだと、ね、そもそも学っていう理屈をつけているんですけど、の解決法はこうだと。翌月から解禁書の授業を行ったと。すると文句が出なくなり、遅刻も減ったというと。つまりマイナスにフォーカスするのではなく、プラスにフォーカスすることで真の問題解決につながると。つまりですね、翌月からですね、報奨金を出したんです。懸賞金。ね、そしたら遅刻をしないぞーっていう運動が起きたらしいんです。